働く車のお時間だよ。進行はアクセルとブレーキの違いがわからない霊夢お姉さんがお送りするね。働く車はとっても偉いんだ。コンビニに突っ込んだり、コンビニに突っ込んだり、コンビニに突っ込んだりするんだよ。そして今この場所でも悲しき衝突事件が起こったよ。でも私思うんだ。そこにある存在を何かしらの力で消し飛ばせば事故らなくて済むよねって。え？そんなことできるのかですって？クックック。愚問よ愚問。ピ愚問よ。私にできないことなどない。すれ違う人にすぐどすこい。これがカオスミコレイムちゃんの力じゃ。さあどんどん来やがれ、勝手にしやがれ。沢田健二さんばりのこだわりで抵抗してくれるわ。いや俺ら友達、いずれ旅立ちひや。意外といいやつだったみたいね、あの岩。来た来たこのパターン。今までの傾向で言うと文字部分を押せばクリアだ。しかしながら全く同じパターンで来るとは思えない。ここは一度ボタン部分をあえて押してみるとしよう。信じてみるって大事。そしてシンジ君はチンパンジー。あの頃君は赤かった。お尻が。しかしクリック連打系は無駄に手が疲れるでごわすな。これでクリアできなかったら3日ぐらい寝込んでやる。睡眠すらも3日坊主。霊夢です、よろしく。やった、これでボタンの位置入れ替わっとるやんけ。わ、忘れていた。このゲームがトロールであることを。つまりラス位置だけボタンの位置が反対になるから注意しろと。まあ分かってしまえばこっちのもんよ。周りには酒、そして恐れおののきおのののかな男。迫り来る刃物まといし双璧。これが現代社会の構図か。一体どうすればいいって言うんだ。こちとらゆとりに次ぐ悟りに次ぐ小鳥世代なんだぞ。上司に何言われても方法拒否しか言わねえんだぞ。いろんな意味で天然気ね。ちょっと待って、ボタンあるんだけど。こんなの一回失敗してみないとわかんないよね。失敗は成功のもとっていうのはこういうことを言うのかもしれないわね。まさかこのゲームから人生の教訓めいたことを学ぶことになるとは。世も末だな。しかしなぜこいつはこうも毎回ピンチなんでしょうか。前世でお坊さんにドロップキックでも食らわしたのでしょうか。さてと、壁よさらばじゃ。残念だったな。私は不死身なのだよ。お次は顔を探す系ですか。バカデレラでもこの手のはありましたね。しかしこちらは制限時間付き、かつおそらく一筋縄ではいかなそう。ぐぬぬぬ、まったりとやりすぎました。失敗でしょうね。そして今の画面、おそらくこれが引っ掛けでしょう。と言いますのも画面上には9体分しか同じ顔がいません。つまりこの画面にいる顔が残りの1体です。真実はいつも1つか2つ、ケースバイケースで3つ4つ。お次はジャンプしろこの野郎やんのかバカ野郎ということで、絶対何かあるよねと思いつつ一度普通にやってみます。ですよね。前二つだけ飛んでラストは飛ぶなって感じですかね。まあ一度死ねば対応できるタイプのクエストなので優しめではある。中には何度死んでもよくわからないものもありますからね。うん、なんだこのクエスト。とふざけるのはやめてちゃんと奏でましょう。音系は尺をとっても喋りにくいのが難点ですね。まあ無事ハンカチ必須のメロを奏で終えましたし次に行きましょう。そろそろラストも近いのでは？おう、パート1冒頭の場所に戻ってまいりました。しかし壊れたテレビは目して語らず、渡る世間は春めぎど。仕方ない、この私が直して死んぜよう。これで電源もつくはず。さあ目覚めたまえ。うわこいつ冒頭と同じこと言いやがるぞ。まさかまた同じクエストをやらせる気じゃ。逃げろ逃げろー。終わり、なわけないじゃん。2に続く。